一万歳、一万歳、または、漫才とは、日本の伝統芸能の一つである。新年のことほぎの和芸として、全国で起こり、漫才のもとになった。地名を冠して区別することが多い。一万歳は、太夫と再蔵の二人が一組となるものが基本となるが、角付けではなく、座敷などで披露されるものは三人以上から、多いもので十数人の組となる。多くの一万歳は、 舞扇のようなセンスを用いるが、三河一万歳は、中継、能楽で使う、扇の一種で、閉じた状態を、横から見た時に先が広がっているを用いる場合が、多い。楽器について、基本は、細蔵が持つ小みだけだが、演目によりさらにシャミと呼吸を加えたり、太鼓、シャミ標識を使用するものもある。越前一万歳と加だ一万歳は、すり太鼓。 小太鼓を細い竹の鉢でするように鳴らすを用いる。古くは、武学の装束を真似、太夫は鳥かぶとをかぶっていたが、室町時代になると侍えぼしをかぶり、素王に平ばかま姿に、斎蔵は大黒頭巾風のものをかぶり、大袋を背負う格好が普通であったようである。また、室町時代中期に、角付けが一般化してくると、その際に、太夫は再着子。 立つつけばかまを履いた。江戸時代には、三河出身の徳川家によって優遇された三河一万歳は、武士のように縦湧き、大門のひたたれの着用が許された。各地に広まった一万歳は、後に、能や歌舞伎などの要素を取り入れたりしたことによって、さらに衣装が多様化した。期限については定かではないが、奈良時代の日、東家、東家は、宮中などにおいて、 春をことほぐ行事で、男どうかの前人が、武学の、満春学、万ス楽を足を踏み鳴らすように舞う際には春楽と、林、やし、女どうかの時は、千春楽、千図楽と林やしたより、変遷したものと考える説がある。また画学には、君主の長久を祝うめでたい曲として、千秋楽と共に一万歳楽、万歳楽という曲が伝えられていて、ここから千秋一万歳。 千図万歳となり、単に一万歳となったとも言われる。他にも、新年になると、年神が家々を訪れて、受福を授けるという民間信仰より生きたものなどの説がある。これは、年神に噴死自ら神のよりしろとなって、祝福を与え歩いていた者が、やがて宮中に出入りするようになったというもので、法年の秋を千回万回と迎えられるように長寿を祝う。 言葉の、千秋一万歳、千秋万歳が、名前の由来であるとする。11世紀に、当時の芸能や、世相の一端を書き記した、新猿楽期の、千秋万歳の酒等、千図万歳の酒穂がいいという記述からも、平安時代ごろすでに芸能として成立していった、ことが伺える。千秋一万歳は、平安時代の末期には、貴族の間で、 毎年正月の監修となっており、千秋一万歳坊子が訪れ祝いことを述べ前を待った。貴族の衰退と入れ替わるように、武家が権力を持った鎌倉時代以降は、寺社や仏家など検問税屋を訪れるようになり、室町時代になると、正門氏が千秋一万歳坊子の代わりをするようになって、中頃には一般民家にも角付けして回るようになった。 大和、奈良県の一万歳が千秋一万歳として京の都で行われ、後に尾張一万歳、三河一万歳へと伝わり、さらに全国各地に広まったものと思われるが、尾張一万歳、三河一万歳とも伝承由来はこの通りとしていない。また、越前一万歳の大津五番祭については、約千五百年前の慶大天皇にまつわる伝承を由来と主張するものもある。 しかし、江戸時代以降に伝わった地域の一万歳は、大体継承過程を明らかにしている。加賀一万歳は、越前一万歳の流れを組むものであるが、秋田一万歳、藍津一万歳などは、三河一万歳からの派生であり、伊予一万歳は、尾張一万歳の系統であると言われる。明治時代に、さらに多くの地域に分かれて、各地の名前を関する一万歳が登場するように、 なったが、その多くは、三河一万歳と尾張一万歳の系統であった。仏教色の濃い音明道の影響下にあった三河一万歳は、神道に変化して、国家神道の政策の中で残っていき、大正時代の中頃まで一万歳の三代はあった、ようである。一方、尾張一万歳は、娯楽性を高め、数年で工業として成立するものも現れた。こういった、 新しい終わり一万歳の中から漫才の基礎となる形のものも生み出された。また、正月に行われる従来の一万歳も民間での門付けは第二次世界大戦頃までは盛んであった。しかし多くの一万歳は第二次大戦後に衰退し、大和一万歳については継承がなく途絶えてしまった。現在ある各地の一万歳には継承者を探し出して、 復興させたものが多いが、成立時期が古いとされる、三河一万歳、愛知県安城市、西尾市など、都越前一万歳、福井県越前市が1995年、平成7年に、尾張一万歳、愛知県千田市が1996年、平成8年に、それぞれ国の重要無形民族文化財に指定された。沖縄県の高平一万歳、高は、 一般的に組踊り、漫才敵打ち、漫才手一打ちの一場面を抜き出した琉球舞踊の演目であって、この項目で言う一万歳とは異なる。本来の沖縄の一万歳は、首里郊外の兄や部落にいた一万歳行者、漫才甲子が年の初めに各家々の門に立ち寄って、祝言を唱え人形を回せていたようであるが、大正時代には亡き人などではすでに見受けられず、 一万歳行者という言葉だけが伝えられていた。仕方、真、僕と、化け姉さん、金の星者から、主人公、僕の親友、アリン小松が一万歳子の家系。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。